トラビス・ランドン・バーカーとは、アメリカ合衆国カリフォルニア州フォンタナ出身の、ドラマー、音楽プロデューサー、ソングライターである。人気パンクバンド、ブリンク182の、ビーンムンラマーとしてだけでなく、多方面で活躍中。5歳の頃からドラムを始め、ジャズやファンクを聴いて育つ。自動車ブランドの熱狂的な車好きである。カスタムした車を数台所有している。 元、ミスアメリカのシャナと結婚したが、2006年8月8日に、突如離婚を発表する。生涯を音楽をやり続けるという決意表明から、体中にタトゥーを彫ってある。カリフォルニアで、クロージングブランド、フェーマススターズストラップスを設立した。ブリンクの他に、ランシドのティム・アームストロングラとトランスプランツを結成し、活動していた。また、アブリル・ラビーン。 フローライダー、ゲームなどのレコーディングに積極的に協力する一方、ジャムと共にパーティーやイベントに参加している。ファッションは自身のブランドの衣類やリッキーズなどのワークウェアをオーバーサイズで腰パンし、シューズはバンズなどを履いているのがよく見られる。2021年より長年友人関係にあったコートにイカーダシアンと交際している。彼自身ヒップホップや ダンスミュージックには相当造形が深く、ブリンク182が活動休止を迎えた2005年以降は、主にその系統のアーティストに対し、リミックス提供やドラム部分の楽曲提供を行っていた。そのため、彼がドラマーとして参加した楽曲は非常に多く、その交流は、ヤングジージーやリル・ウェイン等の人気ラッパーをはじめ、ブリトニー・スピアーズをはじめとする、 ポップミュージック業界まで多岐にわたる。また、それらの経験を生かし、2011年に発表したソロアルバムは、ヒップホップ色が非常に強く、全米ビルボード200にて初登場9位とするヒットを記録している。最近では、ラッパーのマシンガン・ケリーとアルバム制作し、ポップパンク色の強いアルバム、チケット・ツマイ・ダウンホールを2020年9月25日に発表した。 全米チャート1位を獲得している。2008年9月19日、トラビスの他有名 DJ、DJM ら6人が登場していた小型飛行機が墜落。計4名が死亡し、トラビス自身も足から腰までに第3級やけどを、そして両手に第2級以上のやけどを負う重体となった。当時、小型飛行機は12日の深夜に、 サウスカロライナ州コロンビアのメトロポリタン空港を飛び立つ予定となっていたが、離陸に失敗し、飛行機は滑走路をそのまま飛び出しフェンスを乗り越え、その後、5車線のハイウェイを横切り、脇の土手にぶつかりようやく止まった。直後に飛行機は炎上し、掃除牛、副掃除牛、トラビスのアシスタント、トラビスのセキュリティガードの4人が死亡。生き残ったのは、 トラビスと DJAM の二人だけだった。この後、トラビスはインタビューにて、生きていることに感謝していると話し、さらに、俺は飛行機が嫌いなんだ。一番恐れていたのが、飛行機事故に巻き込まれることだった。それが起きた今、ただ生きていることに感謝している。この場にいるのを嬉しく思っていると付け加えた。その後、トラビスは、 自身のアパレルサイトで亡くなった彼のアシスタントとセキュリティガードの遺族をサポートするため追悼基金を設置し寄付を呼びかけた。ありがとうございます。